本校では、フェルディナンド・マルコスの埋葬について記載する。フィリピン共和国、第10代大統領フェルディナンド・マルコスは1986年に、ピープル・パワー革命で失脚し、1989年に亡命先のハワイで病死した。1993年に、遺体の帰国が認められたものの、イメルダ・マルコス夫人らが、英雄墓地への埋葬を希望する一方、 ベニグの秋の賛成以来は反対していた。しかし、2016年6月に、フィリピン共和国大統領に就任したロドリゴ・ドゥテルテが、国民の和解を理由に、英雄墓地への埋葬を決定し、マルコス大統領の英雄墓地への埋葬を認めるか、田舎はフィリピンを2分する議論となったが、最終的に2016年11月18日に、英雄墓地へと埋葬された。 英雄墓地英雄墓地は、1947年に、第二次世界大戦で戦死した人々のために、リパブリックメモリアルセメタリーの名前で設立され、1954年に、ラモンマグサイサイ大統領によって、現在の名称に改名された。この墓地に埋葬される資格があるのは、フィリピン軍では最高位の勲章である、メダルオブバローの受賞者、フィリピン共和国大統領、 フィリピン軍の総司令官参謀長、将校、殉職者、フィリピン沿岸警備隊、またはフィリピン国家警察に就職した退役軍人、フィリピン独立革命、第一次世界大戦、第二次世界大戦、ゲリラとの戦いに参加した、軍人、政府、または、教会の高官、宗教指導者、政府の役職を経験した、政治家、国会議員、 国民的な芸術家、もしくは軍総司令官、議会、または国防大臣によって承認された人物だとされている。フィリピン共和国第十代大統領のフェルディナンド・マルコスは、1986年にピープル・パワー革命で失脚し、家族を伴いアメリカが州国に亡命したが、1989年に亡命先のハワイ州で病死した。 1991年に家族が帰国し、1993年に遺体の帰国も認められ、出身地である北イロコス州のマルコスの博物館、フェルディナンド・イー・マルコス大統領センターにある病で、冷凍保存されていた。独裁者で、戒厳霊下の人権従林で、大勢の被害者がいるが、日本経済新聞によれば、出身地のルソン島北部では未だに根強い人気があり、また、 産経新聞によれば、独裁時代を直接経験していない、フィリピンの若者では、開発独裁との呼び名がある、マルコス政権を黄金時代として再評価する意見も存在する。北イロコス州にある、マルコス大統領の博物館、フェルディナンド・イー・マルコス大統領センター。英雄墓地に埋葬されるまで遺体は、ここの霊廟に安置されていた。前説で述べたように、 マルコス大統領の遺体は、北イロコス州の霊廟に安置されていたが、彼の遺族は30年以上英雄墓地への埋葬を希望していた。だが、第15代大統領のベニグノアキの3世は、父ベニグノアキのジュニアが、マルコス政権時代に暗殺されており、英雄墓地への埋葬に反対していた。次の、第16代大統領、ロドリゴ・ドゥテルテは、父・ヴィンセント・ドゥテルテが、 マルコス政権で一時期閣僚を務めていた人物であり、自身も大統領選で、マルコス大統領の娘アイミーの支援を受けているなど、マルコス一族と親しい関係にあると報じられており、2016年6月に大統領に就任するとマルコス大統領の遺体を英雄墓地へ埋葬すると決定した。だが、埋葬差し止めの仮処分を求める申請が、フィリピン最高裁判所に提出され、 8月に最初の差し止めが行われ後に2回差し止め期間が延長された。9月7日には10月18日まで埋葬を禁止して審理を継続させる判断が下された。その後、再度差し止め期間が11月8日まで延長されて審理が続けられたが、11月8日最高裁はマルコス大統領の英雄墓地への埋葬を認める判決を下した。 2016年11月18日、マルコス大統領の遺体がヘリコプターで英雄墓地まで運ばれ埋葬した。日時は事前に公開されず、厳戒態勢で短時間のうちに埋葬し、英雄墓地には警察警備隊が配備された。2016年8月14日、マニラ市内のホセリサール公園でマルコス元大統領を英雄墓地へ埋葬する決定に対する抗議デモが、 実施され、約数百人が参加した。デモの主催者は、フィリピン軍の規定で不道徳行為に関与した罪で、有罪となった人物は、英雄墓地に埋葬できないので、マルコス大統領は、この規定に該当するのだと主張した。8月18日に、英雄墓地に反対派数百名が集まり、門の前で警官とも見合う事態になった。9月21日、 マルコス大統領が44年前に戒厳令を発令した日、埋葬に反対する学生数千人がデモ行進を実施した。また、11月18日の埋葬後にも抗議行動が行われた。2016年11月8日、フィリピン最高裁でマルコス大統領の埋葬問題について投票が行われ、賛成9票、反対5票。 危険一票で埋葬が認められた最高裁の報道官は、主な理由として、ドゥテルテ大統領による、埋葬指示は重大な職権乱用とは言えないこと、ドゥテルテ大統領には公的な目的のために、公有地を使用する権限があること、マルコス大統領は、英雄墓地への埋葬資格の内大統領、司令官などを、複数の条件を満たしていること、不名誉助隊による、 埋葬資格喪失は軍人を対象したものであり、マルコス大統領には適用できないこと、不道徳行為による有罪判決を受けておらずこちらの理由でも資格喪失していないことを挙げた。第15代大統領のベニグノアキの三世は、父ベニグノアキのジュニアがマルコス政権時代に暗殺されており、英雄墓地への埋葬に反対した。 ボビー・タナダ元上院議員は2016年8月14日の抗議デモで演説し、その中でマルコス大統領を英雄墓地に埋葬するのは国家の恥だと述べた。ウォールデンベロ元下院議員はアル・カポネをアーリントン国立墓地に葬るようなものと表現した。オンティベロス上院議員は世界中の笑い者になると懸念を表明した。 レニーロ・ブレド副大統領も反対派であり、埋葬が行われた後に英雄ではない。もし英雄であれば、遺族は恥ずべき、犯罪行為のように埋葬を隠す必要はないだろうと主張した。ホセ・カリダ検事総長は裁判で、戒厳令はもはや国家のトラウマではないと述べて、マルコス大統領には英雄墓地に埋葬される資格があると主張し、根拠として、 前年2015年の副大統領選の結果を挙げた。この選挙にはマルコス大統領の息子ボンボンマルコスが出馬しており、レニーロブレドに20万票以上の差で敗れはしたが1400万票もの票を獲得していた。ありがとうございます。